東京仕事センターは2004年7月に設立された東京都千代田区飯田橋にある東京都民の雇用、就業を支援するための施設である。管理、運営は公益財団法人東京仕事財団が東京都から受託して行っている。2007年8月に国分寺駅南口に分室東京仕事センター多摩がオープンした。 ヤングコーナー、ミドルコーナー、シニアコーナーなどのコーナーがある。ヤングコーナー及びミドルコーナーの実際の業務は民間会社に再委託されている。その他予約制で専門相談を行っている。こちらは年齢不問である。2007年度からは女性、段階世代、年長者フリーターに特化したセミナーも行っている。設立から2005年度までは ミドルコーナーの業務は、ライトマネジメントジャパンと日本マンパワーに委託されていた。しかし2006年2月、日本マンパワーの契約職員が、本センター利用者向けの求人に応募していたことが明らかになり、東京仕事財団は、情報の指摘利用を問題視し、同社への業務委託を2005年度限りで打ち切った。そのため2006年度より、同社に代わって、 パソナキャリアアセットに委託された。さらに2009年3月、ライトジャパンが2007年10月頃から、求人の年齢や性別について、採用側の意向を示す暗号マークを使い、求人票を区別していたことが判明した。東京都は、雇用対策法や、男女雇用機会禁等法に抵触する恐れがある都市、同社に暗号マーク使用をやめさせた。その後、 2009年7月をもって、ライトジャパンへの委託を打ち切った。現在はパソナ一社のみに委託されている。2007年度に新設された東京仕事センター多摩では、前年齢に対して、日本マンパワーがカウンセリング業務、セミナー業務を行っている。本館多分室、ありがとうございます。